北九州市立美術館は北九州市にある美術館。戸畑区に本館、アネックス、小倉北区のリバーウォーク、北九州内に文館がある。1974年竣工。建築家、磯崎真の設計。磯崎はカテドラルをイメージして設計したという。二つの大きなボリュームがキャンティレバーとして外観を作る。シンメトリーの構成である。 その外観から丘の上の双眼鏡の愛称を持つエントランスホールは三層吹き抜けである。主に印象派から現代アートを収蔵また、九州大学の国文学者田村千一の約1300点にも及ぶ浮世絵コレクションが没後一括寄贈された。1998年に公共建築百選に選ばれた。また、 2006年公開の実写映画、デスノートの美術館のシーンで内部が撮影に使われた。2012年11月には翌年公開の映画、図書館戦争のロケが行われた。なお老朽化が進んだことから、本館は2015年8月で休館。市民ギャラリーとして使われているアネックスは同年いっぱいで休館し、大規模修繕工事を実施。 2017年11月3日にリニューアルをオープンした。作品の保管、展示のための館内の空調、温室度管理設備の更新をメインにバリアフリー対応も行われ、開会式には設計者の磯崎真も出席した。いずれも西鉄バス北九州各営業所運行国ら、黒崎方面から、戸端駅から、福岡方面から、なお、 学校休校期間や企画展開催中などの土日に、戸端駅より臨時直行バスが運行される場合がある開館以来、積極的に作品を購入して所蔵品を増やした。特に、絵画の価格が高騰したバブル期以降は、比較的安値な現代美術の若手の作品を中心に収集が行われている。結果的に評価が定まらない作品も多いが、草間やよいや、 フランチェスコ・クレメンテなど購入後に評価を高めた芸術家の作品もある。375万円で購入したバスキアの消防士は2019年現在100億円前後の値がつくものと考えられている。など、2003年リバーウォーク北九州の各テナントの一つとして開館。街中にある美術館として本館と役割を分けている。 様々なジャンルの展示が行われている。所在地福岡県北九州市小倉北区室町一丁目一番一号、リバーウォーク北九州五階映画図書館戦争の情報歴史図書館の戦闘シーンのロケ地でもある。ありがとうございます。